妖怪ババアさん、こんばんは。当たりませんな。キューミーさん、こんばんは。キングのね、これ新技のスクリュー一発目がリーチ伸びたって書いてるけど、これが入るならでかい。これもしこれが入るんやったら、もうこのコンボやらんでいいもんね。昨日も当たったぞ、この人。ここでもやるのか。昨日の続きね。マジだ。あぶろ。ラウンド2ファイト。あー安い安い。おほー、ごめんなさい。
あはい、うわーマジか、あー痛い痛い、投げさせていただきます。あっなんで？パッションアルティアルティなんですけど。
ミスターザブさん、こんばんは。今日も破壊しますよ。まあ最近なんかあんまり自分の戦い方に納得できない。もうちょっと強くなりそうやねんけどな。まあそうですね、そこまで、こんばんは、そこまで変化はなさそうかな。危ない。まあでも言うて結構変わってますけどね、なんやかんや。あったスティーブとか結構デビルも割と弱くなってそうな気がするんですけど、てかむしろロー強化じゃねって思ってるんですかなんですけど。次第ですけど微強化って感じですね。でもシスマがコンボいかねえようになったらほんま痛いな。結構あれに命かけてるんですけど、エボ前から来てないのですが、エボどうでした。エボはね、去年と同じ順位なんです。確か32か3位タイみたいな。うん、難しい。あ、落ちた。お疲れ様です。え、掴めよ今の。いやー、シスマがマジコンボいかねえなったらほんまに痛いんですけど。シャチホコなのよとかなったらきつい。嫌なになるんやったらマイナー14にしてほしいところですね。アッパー。通常ヒットダウンカウンターコンボって、やばすぎやばすぎ。それはやばいっす。
あやすシャチホコやられだけはやめて、頼む、シスマシャチホコやられだけはやめてくれ。いや僕はブライアンみたいな、ブライアンのスネークイッチみたいなクルクルってこうこけるやられやと思い込んでるんですけど、違うんかな。レッドオックさんこんばんは。全然初見じゃないやん、それ。下手くそ。うっちょ。タカさんこんばんは。藤崎ボブさん、お久しぶりです。お久しぶりです。危ない、一発だけ追加の、いやーそれになりそうなんですよね、ほんまに嫌や。あカウンターから新技使わせたいカウンターからね。あRP リーチ変わるけど、今まで使って、いや、使ってないですね。まあでも、このローハイ、あ、ハイキック、ハイキック、ローハイ、ジャブからつながるやったらでかいですね。あ、ごめんなさい。ワンツーワンツー、今のフィニッシュかっこいい。当て身か、当て身ですか。ファランのレイジドライブ当て身取るですからね、でかいんですよね。アタック2で、まあ6からバウンドで使ってますね。使ってましたけど、スクリューになって使う出番がなくなったというかわいそうな技です。キングはシスマ次第ですけど、まあまあ強化ですね、全体的には。でもシスマ
様がカウンターコンボじゃなかったらきつい。いやー最低。え？あ、ガクはなかったっけ？いけなくなるんじゃないですかね、あの書き方は。わかんないですけどね、まだ。ブライアンのスネークエッジみたいなクルクルってなるやられに期待してるんですけど、まあさすがに。さすがにそんな甘くはないですよね。シスマ以外は強化ですね。やったコンボ生かしてほしい。ごめんなさい。うまうまうま。ん？出てきた。それ使うの？うん、飲んでる飲んでる。あと1個しかなかった充電。まあでも逆ワンツーのプラス7はでかいですね。それでレイジになった時が全然違うんで、エルフクがレイジアーツでも割れないっていうのはでかい。プラナナ、まあとりあえずエルフ打っとけばレイジアーツでも割れないっていう、それがでかい。ゴロン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 。ドルクスさんこんばんは。実は案外語りなばりになってはいませんか。いやそれに期待してるんですけどね。値段薄めなのは割とキングのコンセプト内だからなんだ。まあまあ確かに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 。いやーシスマだって
ガンサイター浮くんすよ。浮くんすよ。しかもノーマルヒットでも特に特にって感じですからね。まあもしかしたらコンボ一件になるかもね。ディランのこれから。そうそう。いや分からん。やられを変更しましたって書いてある。変更するイコールもうコンボに行けないってことじゃないのみたいな。カウンターだけ。なんでそこいじるん。あったー、バックダッシュした。強くなるらしい。たまらん。シーズン3は9月9日でしたっけ。確かに。あいやー、よかった。いやまあ、まあ、シスマタウン対ケンクなっても全体的に見れば強化なんでしょうね。強くなってると思う。だから今の S キャラはだいたい弱くなってるけど若干。でもローはそのまま強い。カズミも強い。どうでもいい技ばかりちょっと変更しやがって。いやでもキングは割と主力技、主力技というかまあ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 いい、いいところを調査しましたね。ラウンド1ファイト。後頭部ハイパンチ。いや、死なんだ、これで。と、シーズン、10日？いや、9日でしょ。シーズン過ぎては。あ、近すぎた。あ、届く。あー。ああいう構えチェンジしたら勝たなあかん。はいやあ、危ない。見えた、久々にあれ見えた。
めんごめん。ジンの下段の位置歩けカウンターやらで変更気になるけど、そこまで、いやでもあの書き方やったらもうコンボいかないでしょ。多分カズミと同じようなシャチホコ、シャチホコでしょ。シャチホコ、それか痛い痛いやらでか、これそうそうそうすね痛えよみたいな痛い、あれ痛い痛いやらでかなり言う。使えるんじゃないって思ってた。ノクトの槍何回か放されんねんえ、ノクトの槍弱くなったんでしたっけ。何が弱くなったの。うまい、そこまでいけなかった。ジョータロウさんが使わねえよ。はい、やっすー、減ってる減ってる、危なー。尊敬してるプレイヤー誰ですか。俺は兄様やろ。あの人はやばいよ、神。なんでシャカパン。生ひだ。まあ写真の通り見たまんま写真。カズミ、いや主力技そんな弱体化してるかな。まあ体育だけカウンターと4RP はまあまあまあそんなもんでしょうね。 4RP は ブライアン良くなってるんですか。何が変わったんや。全部まだそこまで見えてないですけど、押せ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 。
しゃがみ中の新技。ブライアンの？違う。じゃん。それは届かんやろ、どう見ても。え、しゃがんでたよ。割れない。デビル弱体化は助かりますね。まあそんななんていうの。待てだ。ギースの弱体化、いや結構十分弱体化されましたけどね。あのギャー倒れた。強キャラやったら使うやろうね。やっべドミラさん、こんばんは。システムカウンターコンボいけなくなったらきつい。僕はきついっすね。結構他の技は強化されてますけど、個人的にはシステムカウンターでコンボいけへんかったら相対的に弱体化してるんじゃないかと思ってるんですけど。生命線なんだけど、シスマが。パン読み合ってんけどな。ハッサン、ハロー。ハロー。あえ。はい。うわ、なんかツームストーン。あとは2海洋プロは一番応援してるから TWT 早く優勝し
いや、DWT 優勝、こつ。うわ、ちょっと。頑張りたいっすけどね。ちょっと待って。ローブローはマイナ14っすね。まあそ、まあ、戻ったって感じですね、PR に。で、プライチもらえるのは、まあまあ、ありがたいですね。シーズン3は、キングシーズン3ストロンガー。あー。あ、リトル。リトルストロンガー。リトルストロンガー、小さい強キャラ。コンボ動画始まるよ始まるよ。It's combo movie. Fight. なんでそこはエルプラン。YouTube コンボ、いや、STF。安い。でしょ、あれ。そうなんですよね、まあ、微強、他の小技が微強化でシスマコンボなくなるんやったら僕は相対的に弱体化やと思ってます、個人的に。僕ボディスマあんま打たないですね、たまに打ちますよぐらい、たまに見せるぐらいです。そうそう、俺は置くぜ。これ入るよね、ボディスマ。え、分からん、入らんのか。ボディスマ。ボクサー、ボクサー、キングルロームーブ。
さすがに失スマってアッシュとかも、いや意識してたら見えると思いますけど、まあ完全に見えるわけではないですね、さすがに。あーバックラッシュ鏡者、アッシュはソーダラクシューガード率4割ぐらい、やばかったっすよね。僕もリュウさんの見ましたけど、まあ、基本ギュランガードのリスクのある集団は見てガード、どこ行くねん。ってなんか言ってましたね、アッシュは。大きい逆ワンツー、まあもともとダメージ3上がったから使ってましたけど、まあプラス7になるんやったらあんまり逆ワンでワンツー使う意味ないです。アマキン、まあちょびっと確認しましたけど、まあそんな使うこともないでしょうし、アマキンもまあまあ、あ、そうなんや程度で。まあアッシュはあれ異次元ですね、本当にやばい。コンボムーブ、あ、スライドした、あーうまっ、避けれんのかよそれ。あ、コンボムービーされる、うわ減る。いやー、ほら助けて、あーここ、アップみたいな、頑張ろう。違うって、よしよし、アッシュより豪気の人の方が、いやーどうなんでしょう、個人的にはアッシュの方が強そうっすね。まあその豪気の人やったことないんであれですけど、じゃんけんポン。ブルータル、まあまああんま使わないっすよね。まあまあ壁バウンドなのありがたいですけど、正直ガード崩しで
ミスった時に一応連出して出し切るみたいなぐらいしか使わないっすね。まあパキスタンは行ける国少ないと思いますよ。まあ行けてもかなり苦労するみたいな。それがなければね、多分もっと昔から活躍してたでしょうね。まあでもアッシュとか若いし、全然今からでもいけますからね。壁バウンドの仕様変更もあるから使える。壁バウンドの仕様変更ってなんだ。そうなんですよね、シスマがコンボいけんようになったらマジでリスク取りたんあってなさすぎて。ほんまに唯一切り返せる下段やのにコンボいけんようになったらほんましんどいな。まあでもアンナの下段かわいそうやん。いや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 、そんなことないっす。そんなことないいやわかんないですけど、アンナあんま知らないですけど、コールドブレイだったら十分でしょ。あとカオスジャッジメントとかのベンベンもあるし、あれはガードサイダー浮くか。側面で当てても、あ、そうなんですか。へえ。それでもバウンドするならすげえな。全体的に火力上がりますね。この、まあ、ブルータルマイナス12にしてほしいないや横言うなら11になったらもうバンバン使う。キング7からの新技全部弱いの納得いかないあー、何があったっけ新技。スラッシュキック、スラッシュキックと何ありましたっけ。え、何があったっけ。あ、これ、いやでもこれ強いじゃないですか。これめっちゃ、これめっちゃ強いです、まあ、これも地味にまあまあ使うし。これはマジで強い。まあ魔金からパクったやつだけですけど。そうなんですよね、セブンの時めちゃめちゃ距離離れて実質格はなしみたいになってたんで、あれぐらいしてくれんかな。マキンからもらったかわざわざノーカウントえ、でもそれやったらマジでなくないですか。何がある。マジこれしか思い浮かばないですけど、え、マジでこれしか思い浮かばん。なんかあったっけ。セブン無印で初めてジャガーウクがこれめっちゃ減ってましたね。めちゃめちゃ減ってましたこれ。まあ今でも69減るっちゃ減りますけどね。多分昔は80近く減ってたんでしょうね。なんかダメージ6ぐらい下がったって書いてたような気がするんですよね。
当たらんな。適当になんかサブするか。全然やってないな、サブ。おもろいキャラおらんのかな。ズヤミシーマン、久々にラッキークロイでも使うか。ラッキークロイ、コンボあんま覚えてない。え、デキになってる。え、どうやってっけ。あ、できたできた。クイックプレマー、クイックプレマー、クイックマッチ、クイックマッチあんまりしない派なんですよね。今でも嫌われてる方だと思うけど、無印のキングのヘイト、確かにすごかった、すごかった。なんかあんまり面白くなさそう、クロエ。Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. ブライアンだな。金的ダウン投げ。いやでも金的ゴールデンヘッドバットダメージなんで減ったんやろ、あれほんまに謎っすわ。マードックのダウン投げめっちゃ減ってんのに、キングどっちもマードックで減ってないし、ダメージ減らされるし、なんでなんやろ。困ったからアトラス使用家が通用してたっていやだってアトラスもめっちゃ距離離れてたでしょ、ガードして。いやー、まんじ固め追加してほしいな。もうなんか下手な新技いらんから、足4の字をまんじ固めにしてほしいですね、切実に。なんで、うまっ。海鮮さんはきつい。新投げ欲しいですね、そろそろ。ジャイス受け身取れないゲーム。
アッパーラウンド3でシスマカウンター、まあコンボいけなくなるんでしょうね。多分シャチホコならりやなりそう。なあこれさあカウンターいらないんですよね。できひん。いやーデビルは弱すぎて、僕のデビルが。ごめんなさい。あ、浮くんかこれ。うわあ、あ、さぜ。ちょっと海鮮さんはやめとこう。すいません。減りすぎじゃないこれ。87減ってる。まあ、グランドスマッシュ14になったんでかいっすね、結構。まあ結構でもないか、地味に。まあそんなに浮か、そんなに浮かされたことないっすけどね、あれ。まあ BR に戻ったって感じですかね。ドラゴンの調整強いっすね。なんでシャープなまた戻しちゃってみたいな。あーいい。これマジ下手くそ。うわあ。ここ。
挑発ジェッパー、ごめんなさい、僕の挑発ジェッパー、そう成功率 1% ぐらいなんで。やりたかっただけ、あのコンボ。ドラグノフに、あーそっか、立ち途中 LPLK がボールバウンドになりましたもんね。いや、攪拌でボールバウンド使えるのはいや、でかい、強すぎる。しかも12フレスからね。あっぱっぱっぱ、ごめんなさい、上圧ジェパみたいですえ、マジ当たんない無理無理、やってない、やってない、うまいうまいうまい、コンボうまい、じゃあバレてる、やばいや、あっ、嘘、あー、ラウンド4同じ押すな。オブ。いやー。俺は。これはできんねんよ、ここ、惜しい、この破壊は十分強いんだから。いやー、挑発ジェッパーできなかったらもう弱いと一緒っすよ、僕みたいな全然ストコンしかできん。リリも謎の超強化、へえー、マジっすか、リリが、8番の喜び、
いけるのかな。グランドスマッシュ強化は嬉しいですね。あれは嬉しい。ジェッパー、いやいや、まあ狙いますけど、狙ってみますけど、ギーズ相当弱体らしいですね。あ、間違えた、危ない。まあ弱体化されても強いでしょ、全然。下手くそ。あ、ラウンド2ファイト。ゲージ増加量 50% ってあるでしょ、相手の攻撃の場合だけでしょ。自分のは今までどう。豪気ボーイ古いそうっすね。ほぼ据え置きでしょ、そんな見てないですけど。ごめんなさい。無理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 。あ、強化なんですか。アワイスハニーが猛威振るう。ゴーキーが強化なんやって。今でも結構やばいらしいけど、さらにやばくなる。微強化。ラウンド1ファイト。まあむずいもんね。なんでジャンプしてんの。
ふん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 、ジン最強っすね、間違いない。ジンもほとんど弱体化されてないでしょ、あれ。うまい。はい。まあレイジャーズは変わんないでしょ。レイジャーズ変わったらびっくり、変えんでいいってなる。今の性能が壁強からレイジャーズ打ったらそのまま壁攻めなんで、置き攻めできるんで、無駄に変えてほしくないんですよね。あ、前蹴りステップ行かないとコンボいけないのはまあ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 、妥当かな。リフトアッパー。ラウンド2ファイト。いやー、これ斜めやな。さばいてないけど。うまい。今のはうまい。ラウンド4ファイト。これがね、膝が出ていいんだよな。あ、初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。いや、初見じゃないけど。初見さん。初見に優しく。バーニングハン、バーニングハンマーって何でしたっけ？ジャガーハンマーじゃなくて。ちょっと待って、充電。
あ、入れ。充電してくれ。あ、いったー。初見詐欺には使わないっすよ。来ていただいた人皆さんの覚えてるんで。ごめんなさい。ああ。初見さんいらっしゃい。ケンさんいらっしゃい。いつもありがとうございます。投げコンボ、あー投げコンボに入ってるやつか。キングの新技コンボ専用、まあ連続ヒットするんやったら14フレ角なんで使えないこともないかもしれないですね。これができる。相手もやってた今。マジか。プッシングの真似してたら雷いけなし。マジか。数打ち当たるんですよプッシング。おめでとうございます。ガード崩しはいい技。エッチマッチさんこんばんは。キングね途中で全然当たらないようになったんでもう今日はいいかな。たまにはブライアン使ってあげないと。俺もやったってこれ。あ、バーニングアンマーあるあるある。なるほど。
ティキングはキングなんで問題ないです。間違いない。その通り。あったコンボがうまい。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。コンボ安ない。ザヒーナ使いながら、なんか確かにキングもそろそろ新投げ追加してほしいですね。かっこいいやつ。できれば両手モーションやけど右抜けで。なんだろう投げ深でいい投げ。わあどんだけ。やめろ。ノック使ってダメだった結果カタリーナでした。カタリーナいいんじゃないですか。全然まだ簡単な方です。これほんまできんな。減ってる減ってるそれ。マジ。いや僕挑発膝ほんま下手くそなんですよ。危ない。さあそろそろ寝るか。おやすみタイムや。
シーズン3になったら誰がお手軽強キャラでしょうね。難しいな。誰がお手軽強キャラなのよ。あ、リーは強いと思う。今でも結構隠れ強キャラなんですけどね。違う違う違うってそれは。まあカタリーナは一時超強いっていう称号を手に入れたからもうしょうがないです。え、健康点あるっちゃあるでしょ。あ、そんなにまあなかったってことなんですかね。まあハイキックハイキックのコンボできなさそうやなと思ったぐらいでしたけど、確かに見える。手伸びたらしい。ミゲルの手が伸びた。ミゲルの変更点、髪の毛が伸びました。楽勝楽勝。マジで違う違う違う。じゃあラス1、次ラス1 B は強くなりますね。公式サイトに変更点はちょこちょこ書いてますね。なんでな。挑発を当てる隙間がない。
仕事で。もうこれできんほんまに。最強これ。あのガーフはもう無理っすからね、絶対。ありがとうございました。さあ寝よう。お疲れ様です。お疲れ様です。明日はね、休みのはずなんですけどね、仕事なんです。お疲れ様でした。またバージョンアップしたらお会いしましょう。それではおやすみなさい。お疲れ様でした。